どうかしたのか？せっかくお友達がドレスをプレゼントしてくれたのに、お母様とお姉様たちが破ってしまったの。もう舞踏会へはいけないわ。心の弱みに闇はつけ入る。強い心を持つんだ。心の強さはどんなに辛いことでも乗り越えられる。そんなの無理よ。アンバース。心の強さも大事だけど、それだけではダメよ。もう何も信じられないわ。何も。何もですって？嘘だわ。そんなの本気じゃないはず。いいえ、本気だわ。もうおしまいよ。何言っているの。夢を信じない人のところに私は来ないわ。さあ、涙を拭いて。そんな顔じゃ舞踏会に行けないわよ。舞踏会？とても無理だわ。行けるわよ。でも急がなきゃ。魔法の言葉は、そう、ビビディバビディブー。まあ、なんて綺麗なドレスなの。夢みたいだわ。シンデレラ、よく覚えといて。この夢は真夜中までなの。12時を告げる鐘が鳴り止むと、魔法が解けて全てが元の姿に戻ってしまうの。ええ、わかったわ。彼女の心にも光を感じた。どういうことだ。彼女に何をした。さっきまでとはまるで別人のようだったが。
あなたは？テラ。テラ、あなたには夢を信じる心があるかしら？夢は信じるだけではダメだ。それに向かって努力しなければ。もちろんそう。夢を信じ続けることも大変な努力なのよ。シンデレラは夢を信じている。私はそれを思い出させてあげただけ。夢を信じることが心に光を宿したのか。彼女はどこへ？お城の舞踏会へ行ったわ。彼女の踊る姿を見ればきっとあなたも夢を信じられる力を得るはずよ。こんなところにも。で、あなたはさっきの。俺が奴らを始末する。君はここで待っているんだ。私も一緒に行きます。舞踏会に遅れてしまうわ。わかった。俺が護衛するが、奴らは危険だぞ。ええ。強いんだな。あなたが言ったのよ、心を強く持てと。そうだったな。さあ、行こう。ええ。はっ、てやっ、はっ、てやっ、せっ、はっ、たっ、てやっ、はっ、はっ、てやっ、てやっ、受けてみろ、たっ、てやっ、はっ、おや、
部屋し、はぁ、部屋へ、部屋し、部屋、おりゃ、はぁ、ありがとう。テラだ。ありがとう、テラ。俺も夢を信じてみるか。彼女誰なの？どこの人？王子様はご存知みたいよ。私は見たことないわ。私もよ。きっと遠いところから。待ってよ。どこかで会ったような気もするわ。アンバース、あそこへはどうやって行けばいい？あそこへはエントランスの階段下の廊下から通じておる。わかった。
ありがとう。助かったよ。しかし、せっかくいい雰囲気だったのに台無しだ。そうでもないようだ。おお。ところで、いつもこの国はあんな魔物に襲われているのか。いや、ここ最近ちょうど仮面をつけた少年が現れた頃だな。その少年が魔物を率いていたという噂も聞いたが。仮面の少年？その少年はどこに？それが、それ以来全く姿を見せていないようなのだ。そうか。あ、大変だわ。12時よ。そう、12時だが、まだ。さようなら。待って、お願いだ。名前だけでも。さようなら。マドモアゼル、セニョリータ、お待ちください。アクア、テラ、ベンが旅立ちの地を出てしまったの。ベンが？ベンはあなたを追いかけていったみたいだけど、心当たりはない？いや、そういえば俺が旅立つとき、あいつは何か言おうとしていた。ちゃんと聞いてやればよかったな。そう。ところで、マスターゼアノートの行方は分かった？純粋な光の心に関心を持っているらしい。純粋な光の心。この世界にマスターゼアノートは現れなかったようだ。そう。私はもう少しここで調べてみる。だったら、この先の大広間にいる王子に話を聞いてみるといい。分かった。アクア、俺たちの夢を覚えているか？うん。俺はこの世界でシンデレラという少女から夢を信じる心の強さを教わった。俺たちも信じ続けるんだ、夢を。それが闇を払う力になる。うん。彼女に会ったら礼を言っておいてくれ。分かったわ。魔物を率いていたという仮面の少年、一体何者だ？マスターゼアノートのことと何か関係が？